でどんな業務を行うのかっていうとこれがすごい倫理的にその差が出てくるんだけど患者さんとか家族から服薬状況とか居住環境の情報を収集しますよね例えば部屋の状況とか保管状況とかあとは残薬の管理とか整理で調整とかをします。と必要に応じて例えば飲み込みが悪いとか 多すぎるとか、副薬回数を減らしてほしいとか要望があれば、それを調整します。で、その情報を、自分薬剤師以外の多職種と共有するっていう仕事です。で、退院患者の、退院直後の方は、入院医療機関の例えば薬剤部と連携して、あの、情報交換をして、まあ、より良い処方にしていきます。 だから端的に言うと生活スタイルに合わせていろいろ提案していくっていうのが仕事なんですよね。で、これが適用欄のコメントです。コメント何を入れるかっていうと訪問した日と対象患者がさっきのどれに当たるかをとりあえず入れなきゃいけません。ですね。まあ、認知症とかね、入れます。じゃあ、これは言葉だと文章だとわかりにくいので流れをお話していきます。ざっくりした流れは 例えば、対象患者であることは前提として、まあ、訪問予定者として、退院直後などね、などなので、退院じゃなくてもいいんだけど、計画的な訪問の前に、例えば、ケアマネさんから一回行ってくれませんかとか言われるわけ。で、患者宅へ行って、どう、各くしかじかお話しますよね。で、連携しながら、入院先の薬剤部とか、まあ、入院先の看護師、訪問看護師とか、ケアマネとか話して、どういう服薬、服薬状況で、 どういう管理をしてて何に困ってるかを収集します。で、何を行ったか、それでどう改善させたかを役歴に記載して、在宅担当医とかケアマネへ情報提供します。こうするといいですよね、とか、こういう処方にしてください、とか、結構どちらかというと強気で、まあ1日3回の1回にしてくれとかを言える点数です。で、請求は、まあ、単独っていうんだけど、処方箋がなくても 請求できるもしくは処方箋が発行された際に算定します。レセプトなので月の中で処方箋が出たらそれに重ねる形ですね。でこれがちょっと難しいんだけど算定日に今まで例えばこういう支援したら外来服薬支援料の1が取れるケースがあったんですけどあの同時算定は無理でまあこっちを取ります。 ちょっと後で説明しますね。訪問をする月は、外来服薬支援料1は取れないんですよ。知ってました在宅をする月、した月は、その月は外来服薬支援料1は算定不可です。これは全国共通だと思います。その前の月に外来服薬支援料1を取って、次の月に訪問するならいいけど、その、その同じ月には取れないので、まあその煩わしさを解消した点数です。 で、定期訪問費用の初回算定付きに1回のみ取れます。で、在宅協力薬局っていう勉強会はしてないけど、今これがちょっと、まあ、田舎とか都会では流行ってるんですけど、協力薬局として、サポートで入った薬局は取れません。ですね。あくまでもメイン薬局になります。 ね、ここまでで単独もしくは処方箋が発行された際っていうのを具体的にお話ししますでこれはあくまでも今うちが所属している県の話なので、まあ、例えば捕獲審査機関とか地方厚生局への確認が必要ですでこれは作ったのが8月の資料なのであのその時の状況をお話ししますで単独の場合は訪問の日を算定する最初の月しか 算定でできない時ってあるので例えば訪問先が始ま、訪問が先に始まってですね、その月を超えてからしか処方箋が発行されないパターンっていうのがあるんですよ。例えば退院時処方しか持ってないとか、ある、ありましたよね。ね、あったもんね。で、これが在宅移行初期管理料は医療保険なので、許宅療養管理指導費を請求する患者は、単独で入力するしか ないんですよ現状だからこれ続報待ちというか議会釈とか待ちですうちはこれでもう出して通ってるよね10月だからまあギリかな待ってるね,ね待ってるね待ってるとこだねで処方箋が発行された時はもうか楽勝で訪問開始と処方箋発行は同じ月なんでもうその月のレセプトのコメントに対象患者と訪問した日を入れれば OK で、特定医療費、指定難病とか、公費の方がいるじゃないその場合は、処方箋に重ねて入力した方が、自己負担金が発生しないとか、こう、患者さんにメリットが出てくるので、入力方法を工夫する必要があります。工夫すると良いって書いてあるんですけど、工夫すべきところです。これ意味わかる。例えば、単独で、えっ、ー、と、初期管理料だけの領収書を出すと、公費の 対象外っていうか、それを外れる領収書になっちゃったりするケースがあるから、商防が出たら、そコーヒ費でしょで医療保険のその、加算みたいな感じで重ねられるので、その、公費の範囲内で、こう、行ける。これ大事で、これ、訪問看護とかもそうで、その、公費に入れる入れないっていうのはすごいテーマの一つなんで、これはもう、センスが問われます。で、うちの薬局の事例ですね。一番。末期癌の方で、 退院前にケアマネージャーから介入してほしいと連絡がありました。で、ケアマネと連携して退院後の薬剤管理の方法情報共有しました。まあ、この場合はその退院前とかにも直接会ってどうしていくっていうのは話し合います。で、退院日に、まあ、居宅療養管理指導が始まる前に薬剤を整理して今後の管理法を確認します。これが7月10日。で、退院時処方が42日分だったんで、 7月中に、この、居宅療養管理指導費を請求するので、処方箋が出ないじゃないだから単独しかないわけ。処方箋に重ねられない。ケースよね。で、行った内容を役歴に記載して、担当医、在宅担当医とケアマネに情報提供を必ずして、担当者会議も開いてもらって、他のサービス、訪問看護の方にも書類を渡し。それが7月15日。 で、7月末に、居宅療養管理指導を開始しました。これが7月24日なので、居宅の初回算定月は7月じゃないですか。だから、この月しかこの点数は取れないので、7月10日にやりましたっていう単独請求になります。で、8月に初めて処方箋が発行されるので、来月からはいいんだけど、もう7月中に済ませなきゃいけないので、単独にしました。 で、事例の二つ目ですね。これはパンキンソン病で寝たきりの人で、今も言ってる方です。で、退院前にケアマネージャーから介入してほしいと連絡があって、入院中に病院看護師と病院薬剤部と連携して飲み込みが悪い、延下困難であると発覚したので、退院日に退院時処方、PTP かつ錠剤だったものを OD 以上、 だったりね、それ以外を粉砕して一方化するっていう,こう連携を取りました。これが7月10日。で、行った内容を役歴に記載して、担当者会議、まあ退院日だったかな、その担当者会議の日に、ケアマネと担当医にこうしますっていうので、この場合は入院先とかかりつけ医が病院が違ったので、入院の病棟のから 情報を得て、こういう薬に変えたらいいよねっていうのを担当者会議で話して、その結果を書類にして、かかりつけ医に、国立病院に小方発行をお願いして、切り替わる。切り替わったので、この点数を取ってます。で、居宅療養管理指導が7月19日なので、まあ、発行された7月末に、その、まあ、支援した日、 を記載ししててそのままあのに重ねねるっていう形でしたよ、ね、動画のご視聴ありがとうございました。ぜひ、グッドボタンやコメント、チャンネル登録お願いします。田舎の薬剤師チャンネルは、薬の説明が聞けて質問できるチャンネルです。さらに、リクエストもできて、メンバーシップでは優先的に返信し、薬以外のことや個人的な健康相談も可能です。とりあえず、 無料のチャンネル登録はとてもおすすめです。一番そばであなたの健康を応援したいと思っています。お大事に。